私の名前はさゆりです。以下に書く内容は私が過去に犯した過ちについてです。話は32年以上前に遡ります。当時私は M という男性と結婚していました。 M は有名な商社で働いており、毎日多忙でしたが、その代わりに給料は同世代の男性たちよりも恵まれていました。私はそのおかげで何不自由ない生活を送ることができ、専業主婦として幸せな日々を過ごしていました。そして結婚3年目に、私たち夫婦にとって待ち望んでいた娘エイミが生まれました。私は生まれたばかりのエイミのために自分のことを一切顧みず、子育てに専念しました。夫も忙しい毎日を送りながらも、家にいる時はできる限り娘と触れ合い、私の子育てにも協力してくれました。周りの人々も私たち家族を理想の家族と称えてくれ、その時私は幸せを満喫していました。しかし、それから18年後、娘は高校を卒業して就職するために社寮に入り、独り立ちしました。それ以降、私は昼間一人で家に取り残される日々が訪れました。家ですることもなく、時間を潰す退屈な日々でした。夫は昔と変わらず、仕事中心の生活を送り、私のことを気遣う様子もありませんでした。娘が独立した後は、夫婦だけの時間も増えるだろうという私の甘い期待もすぐに打ち砕かれました。知らず知らずのうちに、私はストレスをため込み、毎日家でじっとしていることが憂鬱になっていきました。ある日、インターネットで見つけた広告に、女性でも参加できる格闘技ジムの一日体験入門という文字が目に留まり、即座に応募しました。初めて経験したキックボクシングによって、これまで溜め込んでいたストレスが一気に吹き飛ぶような爽快感を味わいました。体験入門を終えると、すぐに正式な入会手続きを済ませました。それまでの私は、夫の M の稼ぎによって経済的に余裕があり、高級エステなどに通う生活を送っていました。そのためか、周りから実年齢よりも若く見えると褒められ、私自身もそれに気分を良くしていました。新しく入会したジムでも、男性のトレーナーやスタッフ、他の会員の方々から、お姉さん若いね。え？そんなお年なの？年齢と見た目のギャップがあるね。素敵だな。といった言葉を頻繁にいただくことがありました。自宅では夫から女性として扱われることはなくなりましたが、ジムに行けば若い男性たちがおばさんの私を女性として認めてくれるという感覚がありました。私は口では、やだ、こんなおばさんに冗談やめてよ、と笑いながら言いつつ、内心では、やった、まだ女性として扱ってくれている、と、ウキウキとした気分になりました。数ヶ月後、私がよくトレーニングしている時間帯に、男性会員の D 君から、まゆみさん本当に若々しいな。もし時間があるなら、一緒にお茶しませんか？と誘われました。トレーニングが終わった後、彼と一緒に町のカフェに入ることにしました。D 君は私よりずっと年下で、大学の就活をしている4年生でした。おっしゃる通り、D 君はまだ20代前半の若さでしたが、女性の扱いには慣れているようで、おばさんの私への誘い方も非常に巧みでした。私は最初、ダメよ、私には旦那がいるんだから、と一応拒みましたが、彼はそれを気にせず、積極的に迫ってきて、結局私は D 君とホテルに入り、ベッドインしてしまいました。こんな行動をとってしまって、
旦那や娘に顔向けできないという罪悪感が最初はありました。しかし若い D 君と会うたびに私はますます彼に惹かれていき、心の中でこうなったのも旦那が私にあまり無関心だから、その反動でこんなことになってしまったんだわと M の責任にした開き直った気持ちが芽生えました。私は生活のためには旦那の M と一緒にいて、私の満たされない欲求の解消には D 君がいるというようにはっきりと使い分けるようにしました。この使い分けもうまくいき、私はかなり満たされた毎日を送ることができました。ジムでは二人の関係がバレないように細心の注意を払い、トレーニングが終わると待ち合わせてホテルに行く日々が続きました。密会の際の費用はもちろん私が支払っていました。大学生の D 君にはそんな支払いを続ける余裕はありませんでした。結局デートの飲食代やホテル代の支払いは私が負担しました。しかし同じお金を使うならホストクラブなどに通うよりもはるかに安く済むと考え、 D 君のために喜んで支払いを続けました。旦那は相変わらずの仕事人間で、私のことには全く関心を示しません。私自身は D 君との密会が生きがいとなり、ジムに行かない日でも彼と会うことが増えていきました。それ以降、旦那が帰宅する時間になってもそのまま D 君とホテルにいることが多くなりました。彼から求められれば帰宅することすら忘れてしまいます。旦那は自由に使えるお金を持っているので、私が食事を作らなくても外で食べてもらえばいいと開き直りました。そう思ってホテルのベッドから旦那のスマホに、今女友達と食事会なの、悪いけど外で食べてきてというメールを送っていました。私の日常はすでに D 君と会うことを最優先する生活になっており、もはや身も心も若い D 君の虜となっていました。 D 君の優しさや若さに私は虜になり、無意識のうちにジムで彼を一人の男性として見ていたのだと思います。しかしこのまま深く関わっていくと、いつか周りに私たちの関係が知れ渡る危険性があると感じました。それを受けて私と D 君はジムに通う時間や曜日を調整して重ならないように配慮しました。ジムでは顔を合わせることがなくなった私と D 君。ある日、私がトレーニングを終えて休憩していると、見知らぬ若い女性が声をかけてきました。こんにちは。今日は一人ですか？いつも一緒の男性はいませんね。と言われ、私は会釈しながら、その女性の前から立ち去って、様子を見ました。いつもの相手って、D 君のことを指しているのかしら？あの人もしかして、私と D 君の関係に気づいているのかしら？いや、ちゃんと気をつけてきたし、バレないはずだけど。と心の中で思い悩みました。私の脳裏に、漠然とした不安がよぎりました。これからはジムの中では D 君と一緒にいることを避ける必要があります。これを守れば二人の関係が世間に知られる心配はないと信じていました。しかしその考えは甘かったことを痛感しました。ある日、再び D 君と待ち合わせてホテルに入ろうとした時、後ろから私の肩を叩かれました。え？何が起きているの？驚いて振り返ると、旦那がそこに立っており、隣には見知らぬ男性がいました。後に弁護士であることが分かりました。私は驚きのあまり、その場に立ちすくんでしまいました。頭の中は真っ白になりました。そのまま私と D 君は弁護士事務所に連れて行かれました。事務所内で私たち4人で話し合いが行われました。そして
旦那から離婚を告げられ、さらに慰謝料の請求をされました。しかし、旦那から離婚を提示されたことで、私はまだ M と別れたくないという思いが芽生えました。その気持ちに気づいた私は、泣きながら旦那に謝罪し、夫婦生活をやり直すよう懇願しました。私は必死で言いました。今気づきました。本当にあなたを愛しています。私を許してください。と。しかし、旦那は以前の温和な表情とは全く違う、冷たい表情を浮かべていました。この場で私の申し出を受け入れられないのなら、裁判に持ち込むしかない。そして、私は自分の要求が認められるまで争うつもりだ。と。さらに、浮気の証拠は揃っている。法廷闘争になっても、君たちには勝ち目はないよ。今のうちに要求を飲んでおけ。とまで言われました。この状況は、私の責任であることを理解していました。しかし、私はやっと旦那を今も愛していることに気づいたばかりであり、旦那に捨てられれば生活に苦しむことは明白でした。私は言いました。では、私はこれからどうしたらいいんですか？一人で生活するなんてできません。と。旦那は冷たく言いました。自分の将来の心配ばかりして、子供たちが独立し、手が離れた時こそ、やりたいことを自分で見つけるチャンスなんだ。ただ養ってもらうだけ、自分の要求を叶えてもらうだけに依存しているだけじゃないか。周りの人々は君一人のために存在しているわけじゃないんだよ。はっきり言って、お荷物以外の何者でもない。こうなったのは自業自得だろう。と。旦那の言葉は的確すぎて、私は反論できずにいました。結局、旦那と私の関係は元に戻ることなく離婚となりました。旦那からは私だけでなく、D 君にも慰謝料の請求が手渡されました。書類に記載された請求額を見て、D 君は肩を震わせていました。以前は自信に満ちた様子の D 君の姿はなく、ただただ、恐れに怯える若者の姿でした。旦那は D 君に対して、さらなる過酷な現実を突きつけました。D 君、あなたは就職が内定していたそうですね。しかし、私はその内定を受けた会社に今回の出来事を話してきましたよ。と。私は D 君を何とか助けたいと思いましたが、自身も慰謝料の支払い義務が生じ、家を追い出されることが決まっています。なぜ私たちの関係が旦那に知られたのか考えました。ジムで声をかけてきたあの女性。彼女も私と同じく D 君に関わった女性のようで、彼女は D 君の行動を調査し、ジムに入会して私と D 君の関係をつかみ、その情報を旦那に伝えて、私と D 君を打ちのめしました。そして旦那は話を聞いた後、探偵事務所を使って私たちを調査し、不倫の証拠をつかんだ後、弁護士に相談したのです。私と D 君は執念深い女性の陰謀によって地獄に突き落とされたのです。私は必死に離婚を回避するよう旦那に申し入れましたが、旦那の意志は固く、最終的に私も諦めて、離婚届に署名しました。D 君も内定が取り消され、卒業と同時に4月から無職となってしまいました。D 君は両親に相談し、慰謝料の立て替えを頼みましたが、両親は激怒し、ついに勘当されてしまいました。私は将来の不安を感じ、D 君に頼んで、彼が住んでいるワンルームの部屋に、半ば強引に入ることにしました。しかし、仕事を失い収入が安定しない彼は、毎日イライラし、私に辛く当たるようになりました。私には他に行く場所も財産もなく、彼に逆らうこともできず、ただ耐えるしかありませんでした。
その後、私も収入を得るために、ビルの窓清掃など、高時給のアルバイトを掛け持ちし、働き続けました。しかし、どれだけ稼いでも、結局収入の大部分は、慰謝料の支払いに消えていきました。そして、同様に慰謝料の支払い義務がある D 君は、焦りから手っ取り早く稼げる方法を求め、詐欺のグループに関わり、ついには詐欺行為に加担し、数ヶ月後に逮捕されてしまいました。私はそのような状況で D 君の部屋にもいられなくなり、結局、風俗関係のお店で働くための寮に移ることになりました。それからは生活のためと慰謝料のために必死で働きました。そして噂で元旦那が再婚したと聞きました。私はどん底まで落ちていき、元旦那はしっかりと新しい幸せを手に入れている。なぜこんなに差がついてしまったのか。自暴自棄になった私は自制心を失い、部屋にあった包丁を手に取り、元旦那のいる家に襲撃してしまいました。元旦那の家に到着すると、新しい奥さんの姿は見当たりませんでした。しかし、すぐに通報があり、警察官が駆けつけてきて、私を連行しました。警察からの連絡を受けた両親が駆けつけ、土下座して元旦那に被害届を出さないように頼んでくれました。その後、私は実家に連れ戻されました。こんな年齢になって、両親に大きな恥をかかせてしまった、自責の念でいっぱいでした。しかし、元旦那に対する憎しみの感情が、両親の監視の目をかいくぐり、何度も元旦那の家に襲撃しました。数回にわたる襲撃を繰り返した私は、ある日、ワンボックスカーが家の前に止まり、そこに乗せられて精神的な疾患を抱える人が収容される医療施設に連れて行かれました。両親は私の保護観察に限界を感じ、悩んだ末にこの最後の手段を選びました。その後私は数年間もその施設で生活を送りました。部屋の入り口にはロックがかけられ、窓には鉄格子が取り付けられていました。また職員に対する暴力や自傷行為を防ぐため、手足もバンドで拘束されていました。日々の中で私が思っていたのは、早くここから出たいという一つの願いばかりでした。そして数年後になって、やっとその施設を出ることができました。現在、私は50代になりました。過去の過ちを振り返り、皆さんにお伝えすることができるようになりました。今は年老いた両親に苦労をかけることなく、静かな生活を送っています。そして、結果的に両親が立て替えた慰謝料を、少しずつではありますが、返済しています。